だからね、うちでも多少はね、あんたらのその、いじましい、なんちゅうか、いじきたない、なんちゅうかね、いやらしい、ちゅうか、まあ、ガキ臭い、なんちゅうか、子供じみたいな、依存症の、ね、ゴンゲみたいな、その典型的攻撃をね、ちょっとはね、撃退できたけど、うち、さすがになんかのね、極端な専門家じゃないからね。でもこれから違うやんか。あんたらみたいな、その、せこい奴らを、せこいうかね、いじきたない、いじましい攻撃ばっかり繰り返すな。金じけた、なんかいじけた奴らを倒す専門の人たちがね、やっぱりね、現れて、まあ、アラカンさんっていうかな、そんなんね。で、あなたたちをもう瞬時に立ちどころでボーブって消すかもしれんけど。だから、それもまた見物よね、この後の時代ね。そらうちなんかそんなもん、全然足元にも及ばんから、うちの能力なんか。ほんまやで。なんたらうちのこと買いかぶってたから知らんけど。うちマルチって、マルチってこと。全部アマチュアやんか。ね。もう特定の能力が、その、なんちゅうの、ガッポガッポ稼げるレベルじゃないんですよね。たとえね、能力伸ばしててもね、その反面安定性悪かったりとかね。わかるかな？歌でもね。非常に練習したけどね。その反面安定性悪いね、うちの歌ってめっちゃ。まあそんなこんなでね、その、典型的にがっつり稼ぎ続ける能力なんか一個もない。全然プロフェッショナルじゃないねん、うちは。それは魔術に関してもそうやねん。陰陽道に関してもそうです。占いに関してもそうなんです。まんべんなくいろんなことやったらできるだけ、うち。